トマトうどんハーチャマ盛り。まずはハーチャマの好きな具材を盛り付けます。そして麺と一緒に茹でる。トマトを切る。ジュワワワワ。何分か茹でると具材が増えます。茹で終わったら盛り付けましょう。麺、餃子、ブロッコリー、糸こんにゃく、エビ、牛肉、豆腐をふんだんに使ったパスタの完成。あとはソースをかけるだけ。ミートソースは投入と、ビャ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 、ボボボボボボー、レンジで焼く。お皿から溢れんばかりのミートソース。先ほどまで盛り付けられていた具材たちの面影はひとたまりもありません。一口、そしてもう一口、噛みしめるたびに溢れ出すミートソースの風味、主張が激しすぎる。ハーチャマは今日も料理を通して成長したのだった。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。チャンネル登録、ツイッターのフォローしてね。